兵庫県模本総合庁舎淡路県民局は日本の都道府県の一つである兵庫県の出先機関である淡路島全域及び主島を管轄するかつての名称は淡路市長であったが名称に市長を監視しなくなった現在も法律上においては地方自治法155条に基づいて設置される市長の地位を有している所在地は 相模都市の兵庫県相模都総合庁舎。淡路島には、津那郡と三原郡それぞれの軍役所が、明治から大正まで軍政に基づき置かれていた。1942年には、相模都市に、津那地方事務所、市村に、三原地方事務所がそれぞれ設置されるが、この両地方事務所は1945年6月6日に、淡路市長が設置されたためわずか3年で廃止された。 この淡路市長は、兵庫県の歴史上において、唯一の市長を名称に含めた組織である。1971年、兵庫県は、本土の地方事務所を再編して阪神、東張間、西張間、田島、丹波の各県民局を地方自治法上の市長として設置する条例の改正を行い、1975年4月に各県民局が発足した。 これに合わせ、従来より、地方自治法に基づく、市長として設置されていた淡路市長も、本土と同等の淡路県民局となり、現在に至る、兵庫県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は、旧、摂津国、丹波国、張馬国、田島国、淡路国、備前国、三正加国の国境。 1. 神戸県民センター2。阪神南県民センター3。阪神北県民局4。東リマ県民局5。北リマ県民局6。中リマ県民センター7。西リマ県民局8。田島県民局9。丹波県民局10。淡路県民局健康福祉事務所は、他の都道府県における保健所に相当する。ありがとうございます。